株式会社エアロラボインターナショナルは大阪府八尾市にある航空機販売、航空機整備会社である。自社で YS-11 を保有し、胴体保存活動を行っていることでも知られる。主に航空機の販売、整備、改造、輸出入を行っている。創業者はかつて日本やアメリカ合衆国で航空機の整備に携わっており、 整備士やパイロットと共にこの会社を設立した。海外航空部品の輸入販売やパイロット用品、グッズの販売も行っている。使用業務に航空機の使用改造がある。改造内容は多岐にわたるが、アビオニクスや外装及び内装の改造の実績が多い。従来のスチームゲージより現在主流になっている、グラスコックピットへの換装など高度な技術が必要と。 される改造も多数実施しており、航空局の認可を取得している。エアロラボインターナショナルに落札された YS-112014 年12月の一般競争入札にて、国土交通省航空局が所有していた最後の YS-11 を223万200円で落札し、整備を行った上で、再び飛行させることを目的としたプロジェクトを発足させた。 日本では航空法などの規制に適合しない恐れがあるため、機体機構を j 八8 7 0 9の日本国籍から米国籍の N462AL へ変更する形で登録している。2015年3月にはエンジンの始動に成功し、塗装の変更を含む整備はほぼ完了した。同年5月24日に連邦航空局から YS-11 の飛行を 許可されたことを発表し、5月27日に東京国際空港を離陸、同日中に高松空港へ到着した。その後しばらく高松空港で保管されていたが、高松空港の民営化に伴い中期場所について折り合いがつかなくなったことから、2018年5月11日に能登空港へ飛行し、同空港に隣接している日本航空学園にて保管されている。 高松空港類26離陸滑走中の YS-11N462AL の操縦室内飛行中の N462AL ハット AB 会社概要2015年1月14日閲覧エリックコロンの息子 ABYS-11 スクラップの危機回避ムコンラインニュースウォッチ Q 特集丸ごと2015年1月13日閲覧 スクラップ機器の YS-11 大阪の航空機販売会社が落札。フンニズジャパン2015年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年1月13日閲覧。国交省の YS-11223 万円で落札来年飛ばしたい。 アビエーションワイヤー http コロンスラッシュスラッシュ www.aviationwir.jp e スラッシュアーカイブツスラッシュ518992013年12月18日閲覧。ys11 整備完了イコール4月中の再飛行を目指す。ジジ .com 2015年3月31日閲覧。エアロラボ ys-11 5月27日、羽田ローカルフライト28日に高松へありがとうございます。